軽くめぐりんと戦ってバトルバトル嘘嘘すごいな、速いしかも気持ちいいね。ねすごい伸びとか撮ろう。今撮ってるよ。あ、本当に、うん、すげー。乗り心地はどうですか。めっちゃ、ま、すごいね。あの、ちなみにこの人力車新車で買ったら180万円です。高い。あの、ま、注文できるんで欲しくなったら営業トークだすごい。俺ダメだ、俺絶対この仕事できない。カレー君すげー。カレー君すげー。負けた。カレー君の株がすげー上がったおおすげー。え、こんな早いの。すごいすごいすごいね。なに普通こんな速いのね。すごい、私の高速超速だね。すごいすごい、気持ちですね。ゆきちゃんどうすか。楽しいですサクサだ。ずっと乗ってみたかったんだ。ねえ、ずっと浅草でバイトとかしてるのに一回も乗ったことないから。てかマジで俺、うん、舐めてたマジ舐めてた。舐めて私は舐めちゃいないけど。いや俺結構舐めてた。お前悪くない、これは乗るわこれは乗る、お金出して、これはお金出して乗るわ、うん、ちょっと今お金払いたくなってるテンション上がるでしょ。上がる、ちょっと上がる、うん、うん、だってみんなより高いんだよ。え、みんなより高いんだよ。予算が高いでしょ。あ、身長高くなるし、風も超気持ちいいし、ていうか俺声かけて道上げていくから、うん、大名あー素敵大名大名江戸だ、江戸江戸っ子だそれ普通に乗り心地いいね。ねえ、マグロ人、マグロ人はね、来たことあるだろうから紹介しない。いや、私実はお客さんに勧めるくせに来たことないんですよすごい、うん、本当だ。でも本当見え方が違うね。アンジェラさん。できたのがね、1946年だから63歳の喫茶店。東京大空襲の翌年で、60年前から内装改造全然変わってないんです。そうなんだ、すごい。今見てもおしゃれなんですけど、60年前にこれがあったら超オシャレ、超オシャレ。あー、かっこいいですよね。なんで昔あの有名な作家さんたち、オシャレな作家さんがよく来てました。へえ。池波正太郎さん知ってますか。はいはいはい。池波正太郎さん、太宰治さんがさ、はいはい、川端康成さん、ええー、すげえ。漫画家の手塚治虫さんがよく来てました。治虫、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 ね、内装も全然変わってないんで中に入るとタイムスリップしてる。へえ、そうなんだ。私浅草こっち見てるけど全然だった。間違いない。だってカレー君、染太郎初めて行ったのに染太郎のことすごい知ってたもん僕のおすすめはね、あの和菓子の店万願堂さんといってモデできた金つばの店、ご食もへぇ、ありがとうございます。本当の金つばです。ありがとうございます。焼きたてです。ありがとうございます。あ、大丈夫です。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい、ごちそうさまです。混んでるやつは食わず嫌いよね。へえ、そうなんだ。食べていい、食べていい、どうぞどうぞ。あの、もう食べてもらって、あのゴミを僕預かるんで。おいしい、ありがとうございます。食えないんだけど、私食えない。なん、ほんとに、うん、おいしいよ。ほんとに、ただ、ただこういうとこはダメだうざい、敬語になって、敬語になってもうざいそういうとこはちょっとね、気になるところ。だって和菓子ダメなんだよあの、ここ食べてくるといけない、たぬきの神様あります。すごい。最近の恋するハニカミっていうデート番組、うん、デートコースになってた場所で、お腹吸ったりとか、あとお周りを寄せるとご利益ある。なるほど、全部違うんですよ。そうなんだ。そうなんですね、マッコシ。そうなんですね、ハニカミですね何それじゃあ2人に、ね、おすすめ2つあります。はい、2人にはね、特に姫、はい、マッサヌキと言いましてね、女性が身も心ももっと美しくなっちゃう。触っていい、触っていい、もう帯触っちゃって帯、帯、帯、はい、帯、これでもうバッチリバッチリ、こっち持って持って、みんなね触っていくんでね、女の子にとかね、ツルツルになってる。へ、すごい。
頃ももしかしたらね、そういう日が薄くなるかも。うざいこいつ。こいつうざいんですけど。もう一つね、これ愛情のある人ってね、恋愛の神様。これちょっとサーブ難しいんで、お参りしましょう。二人いい相手見つかりますよね。ちょっといるでしょ、あなた。でもそこからはさらに深くて。ディープにね。ブンゴさん頑張って。あ、頑張る俺。頑張るや。もう一つはね、誰か結婚したら、いい人見つかったら夫婦だらけ。いやー。結婚したら来てください。そうだね、いつか。そうだね、いつかね。楽しみだ。私ここ行ったことある。あ、本当に？なんじゃもんじゃ？美味しかった。このユニバーさんのスタミス知ってますか？知ってます。高校の時よく買ってた。そうなの？200円、300円、400円。え、そうなの？めっちゃ安いの。こっちとかめっちゃ安くなってんの。へえ、そうなんだ。うん。まあ、男性のものも結構安い。まあ、女の子のやつで安い。うんうんうん。そうなんだ。あ、フル、アイエ。ね、なんか新しい。本当だね。このところもできてるんだ、うん、この辺普通に通らないな、そういえばそういうと、ね、裏は通らないね、うん、超乗り心地いい、素敵だ。あ、天ぷらとかうまそう。この左にある楓さんっていうような団子の店は焼きたての団子が食べれる。あ、そうなんだ、いい匂いする。え、てか超浅草だ ね、人混んでるし、ね、はい、この通りは伝法院通りといってね、江戸時代の町並みを再現した作りだと。なるほど。確か収納店の作り方。すごいね。ステージ上のラストなんか。こういうキラキラなところで買いますからね。ブンさんどう？いや大丈夫。じゃあ今日買おうね。いやいや。海峡用に。海峡用に。今日は尾崎祭りもやる予定だから。写真撮ってる超。俺じゃないの？あれうちのお客さんじゃない？違うと思う。結構撮れるんでね。誰かの。フェイスブックとか載ってる、ね、すごい人、すごい、うん、伝法院といってね、昔浅草寺のご住職が代々住んでいたところ。へえ、そうなんだ。中に日本庭園とお茶室があって、お茶室にはね、ゴルバチョフ大統領とクリントン大統領が来てお茶飲んだ。へえ、うん、なんでね、あの、そう、関係者とかビップ氏とかも人しか入らない。よって文国も入る。アドリブ聞かせやがってこいつ。通用門って書いてありますね、うん、なんで1日に何回か実は幼稚園のバスが出入りします、うん、へえ、そうなんだ。その時中見れるんだ。お寺の付属の幼稚園が入ってるんですよ。へえ、幼稚園の保護者になったら好きな時に入る、うん、そうなんだ。子供頑張って。で、この、そ、あの幼稚園の卒業者には、うん、アズマックスとか内山真嗣君が卒業。へえ、アズマックス、アズマックス、アズマックス。内山真嗣、あの、 お受験があって私立幼稚園なんで、うん、学費も結構高いんです。へえ、すごい。本がすごく貴重でね、230年前の木造建築。へぇ、一本も使ってない組木細工って、雪を。あー、そうなんだ。あの、ほとんどもね、空襲と地震で浅草燃えちゃったんで。あー、で、これバックに写真撮るとゲストさんみたいで超かっこいいんで。へぇ、すごい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 、アイデアが素敵だ。ゆっくり下げますから。はい、おー、はい、じゃあカメラお借りします。